来ない気舞う季節はいつもすれ違い。どうもこんばんは、俺のモルトです。今回は番外編だ。俺たちのウイスキータイムがより手頃により豊かになるグッズを見つけたぜ。みんな各自孤高のウイスキータイムを満喫しているだろうか。外で飲み歩くということがしづらい今、せめて家の中では豊かなウイスキータイムを楽しみたいもんだよね。そこでだ、実はこの前こんなの探してたんだって思わずときめくようなモルトグラスを見つけてね。この感動をみんなにもシェアするぜ。じゃじゃん、モルトテイスティンググラス L4155、 通販のお酒の茶型パークペイペイモール店で販売されているノーブランドの廉価品のモルトグラスなんだが、これがまたモルトグラスとしてよく壺を押さえているんだ。まずはこのサイズ感、容量は 160ml、 大きすぎず小さすぎず、モルトグラスとしてちょうどいい大きさなんだ。ちなみに俺が普段使っているモルトグラスはグレンケアンのモルトグラスが 190ml、 同じくグレンケアンのコピータグラスが 150ml だから、このサイズレンジには親しみがある。そしてモルトグラスらしく飲み口がすぼまった形状で、この飲み口も非常に薄く仕上げられているから、ウイスキーの香り味わいともに分かりやすく感じ取ることができるんだ。コピータグラスと比較してみよう。安いグラスは飲み口が分厚かったりするが、高価なコピータグラスとほぼ変わらない薄さだ。というかほぼ同じと言ってもいいな。これだけよくできたモルトグラスが一脚なんと税込み480円で買えるんだ。このクオリティで500円でお釣りが来るとはびっくりだぜ。グレンケアンのモルトグラスが900円、コピータグラスが1300円であることを考えると、この L4155 はまさに神コスパ。これ以上神コスパなモルトグラスは他にないんじゃないかな。ただ廉価品だけに欠点もある。大した欠点ではないんだが、俺が感じた欠点は3つだ。まず1つ目、 L4155 には化粧箱がついていない。商品を注文するとグラスに直接プチプチを巻いて送られてきたもんだから少し戸惑ったぜ。2つ目、開封した後は当然洗ってから使うわけだが、グラスの内側に洗剤でも取れない白くくすんだ汚れが付着していることがある。俺は4脚買ったが、4脚全てに漏れなくそういった汚れが付着していた。だがトランキーロ、あっせんなよ。一回でもウイスキーを入れて使うことでその汚れは綺麗に取れた。うがった見方をすれば、俺はその汚れをウイスキーと一緒に飲んでしまったわけだが、得体の知れない汚れを口にするのはさすがに抵抗感があるという仲間は、使う前に安いアルコールを入れてしばらく置いてからもう一度洗い直すといいかもしれない。3つ目、動画では見づらいかもしれないが、足の部分に製造過程で発生したであろうバリがはっきりと見える。コピータグラスと比較するとよくわかるが、コピータグラスの足にはバリがなく高級感のある仕上がりだ。テイスティングそのものに影響はないが、外観のクオリティを求める仲間は気になる部分だと思う。それでもモルトグラスを4脚買って2000円しないってのはやっぱりすごいことだよな。飲み比べしたい時や複数人で集まって飲む時にも重宝するし、何よりも安いから気兼ねなくバンバン使えるのがいいんだ。俺はこのグラス一発で気に入ったぜ。この L4155 を販売しているお酒の茶型パークペイペイモール店は品切れになってもすぐ入荷するタイプの店だ。興味のある仲間はこの動画の説明欄に商品ページのリンクを貼っておくからチェックしてみてくれよね。せっかくだからなんか飲んでみるか。スカリーワガザ・ウィンターエディションだ。2年前のマフラーバージョンに引き続き、またこのあざといジャケットにまんまとはめられちまったぜ。いただきます。わかる、私にも香りがわかるぞ。スワリングもしやすく手に持ったフィット感がいいね。指に馴染む形状だ。ブレシム、この飲み口のキレの良さ、とても480円とは思えないクオリティだ。みんなにもパワープッシュしておくぜ。さて来週は月末恒例の生配信をやろうと思っている。2月26日の土曜日、時間帯はいつも通り夜の10時から1時間の予定だ。 YouTube 生配信の後は二次会でインスタライブもやるから、みんなもどうか予定しておいてくれよね。それでは今日はこの辺で。ブエナスモーチェス、おやすみ。